y イバーン飛行する y イバーン s マーク4 y イバーンはイギリスのウエストランド社が開発しイギリス海軍艦隊航空隊が運用した戦闘雷撃機。愛称の y イバーンは飛竜の位、e。レシプロエンジンを搭載した初期試作基本機は開発当初ロールスロイス社製のレシプロエンジンであるイーグルを搭載して初飛行までこぎつけ。 量産型は同社製のターボプロップエンジンクライドを搭載する予定であった。しかしロールスロイス社が Z エンジンイボンの開発、生産に専念することとなり、搭載エンジンを急遽アームストロングシドレー社製の Python に変更した。エンジンの変更によりギアボックスの設計を変更せざるを得なくなり、開発は長期化してしまった。 1949年にパイソンを搭載したワイバーンが初飛行したが搭載エンジンの変更により重量が増加し最大速度が低下してしまった。ワイバーンは1953年からブラックバーンファイアブランドと交代する形で配備が開始され、1954年には完全にファイアブランドから更新された。しかし、 当時はすでにジェット機の時代であり、エンジンの不調にも悩まされたこともあって、唯一実戦に投入されたのは1956年に勃発したスエズドーランで、HMS イーグル関西の第830飛行隊のワイバーンが出撃し、地上攻撃を行った。その後1958年に全機退役した。イバーン TFS マーク43面図出点データフロム、 ウェストランドエアクラフトシンス1915ありがとうございます。